年やそうです。ウォーフレームやってきます。さて今回はね、ウォーフレームが5周年を迎えたということで、新しくねイベントが開始されました。こちらなんですけれども、すげえな、すげえ天井までつくんじゃないかこの勢い。まあ、デックスシリーズプラス、さらにねデックスのシャンダナ、さらに新スキンでね、メールの方で、エクスカリバーのスキンがね配られてますね。なのでぜひね受け取ってカラーリングしてみてください。でね、公式の生放送だったかな、一番最初にコンセプトアートが出たのって、ちょっと覚えてないんだけれども、最初ねその画像を見た時は、んなんか微妙じゃねえかなってちょっと内心思ってたんだけど、いやこれね実際全然違ったね。めちゃくちゃかっこよかった。ヤスオはいつもねエクスカリバーのこのカズトスキンをね使ってるんだけれども、やばいわ、カズトスキンを超えるものを出してきたよ D。 めっちゃかっこいいわ。ふんだんにね金属パーツも使われてて、さらにディティールも凝ってるし、ヘルメットもなんかかっこいいんだよね。最初なんか画像見た時、なんだこのヘルメットみたいな感じでちょっと思ってたけども、いや全然違うわ。カラーリングするとめちゃくちゃかっこいい。で他にもシャンダラプラス武器3種類がもらえるんだけれども、こちらデックス縛り、さらにデックスフリス、デックスダクラって読むのかな。このね、武器がもなんかガクガクしてんだ、すげえな、なんだこれガクガクやん。で、この武器たちがね、もらえるということで、ちょっとミッション後で行こうかな。で、さらにね、シャンダナなんだけども、これも結構多いんだよね。去年初めて配られたやつなんだけど、最初ね、なんだかな、ゴムみたいな感じで、これひどくねえかみたいな感じで言われてるんだけど、俺結構好きなんだよね、このシャンダナ。これもミッションをクリアすることによってもらえますね。ぜひこの機会に、必ずと言ってもいいほどに、もらってください。絶対やった方がいい。めんどくさかったらやんなくてもいいかもしんないけど。よし、やってきました。このミッションはシャンダナがもらえるやつかな、確か。で、今回もらえる武器って現物なのかな、ちょっと分かってないんだけれども、多分現物だと思うんだよね。でね、現物配られるおかげで強制的にインベントリーの中に配られるから、よくよく考えたらさ、100個以上の武器がリワークされてから、そのデックスシリーズって必要マスタリーランク上げられてたんだよね。でこれがね実際のところどうなのってすげえ思ってたんだけれども、これ現物配られることになってるから、マスタリーランク関係なしに結果的に装備できるね。これマスタリーランク制限 した意味あったのかな。設計図配れよ、せっかくだから。去年は設計図だったやん。やべえ、また話すことなくなってきた、どうしよう。てかこのミッションなんかエクシマスめっちゃ湧かね、なんだこれ、こういう設定になってんのかな。本当に湧いてんの、すげえな、なんだこれ、めちゃ固まっとるやん。え、なにこれ、どうなってんのこのミッション。え、めっちゃ湧いてんだけど。おーおーおお、すげえすげえ、経験近すぎにええやん。一回しかできないと思うけど。お、なんだなんだなんだ、マジですげえ湧くな。なんかこのミッションすげえ敵湧いてくんな。こんな救出って敵湧いてこないだろ普通。なんだこれ、すげえ湧いてくんな。あ、なんだこれ、なんでアルゴンクリスタル出た。あ、こういうイベントでもアルゴンクリスタル出るようになってんだな。初めて知ったよ、これ。よし、全部終わったぞ。ということでね、ぜひこの機会にクリアしてみてください。ミッションの方はね、結構簡単なものばかりなのでね。ということで、以上、ヤスオでした。またね、バイバイ。